にちは、清水和夫です。今回また石井さんにいろいろとお手伝いいただきたいんですけど、はい、なんと番外編の DST で、というのは今回ね、はい、このアバルト、はい、スパイダーが出てきましたね、今日はちょっと楽しみですね。いつもはなんかこうすごいテストっていう感じでしたけど、なんかこう安全性なんだけど、はい、今回はまあどんだけパフォーマンスがあって、はい、楽しいのかなみたいなものがこう評価軸になってそうですよね。よりこう、まあ、スポーティーな、走りを楽しめるかなっていう気がします、ね。ところでさ、はい、この車って後ろにあるマツダロードスターがベースなんでしょ、うん、はいはい、だからこれ広島から来たんだよね。そうです。輸入車じゃないってことですか。輸入車じゃないんだけど、はいはい、なんか輸入車っぽい、はい、そうですね、雰囲気持ってますけど、輸入ブランドだということですね。で、まあ、フィアットなんだけど、うん、日本はアバルトだけで出てきたんで、はいはい、うん、まあ、本国はフィアットとアバルトの、はい、まあ、2つあるんだけど、はい、その日本はチューニングバージョンのパフォーマンスの高いアバルトだけが市販されるということで、はい、まあ、アバルトといえば昔の70年代のね、はい、131アバルトラリー、はい、まあ、これは124ですから ね、 ね、その前のやつですかね。そうそう、はいはい、だから FR の60年代の往年の、はいはい、フィアットアバルト124スパイダーの生まれ変わりみたいな、はい、それは楽しみですね。そうだね、はい、イタリア車ってやっぱすごく走りが面白いですけど、最近後輪駆動少ないじゃないですか、うん、あ、そうか、全部こう犬かきみたいな前かきになっちゃったからね、はい、前かきがほとんどなんで、そうか、今回後ろかきなんで、はいはい、どんな走りをするのか、うん、しかもエンジンがターボですから、はいはい、むしろバトルするんだったらこの2リッターの86かなと思って持ってきたんで、うん、そうですね、はい、どんなパフォーマンスなのか楽しみですね、うん、はい。こうちょっとチューンドカー乗ってるみたいな感じでいいね。そうですね、あのレコードモンザっていうマフラーが変わってますから。お、はい、そういうこと、ええ、だからこれはなんかチューンドカーだな、うん、そうですね、まあアバルトですし、いやでも本当音いいですね。音いい ね、 ね、でターボだからやっぱり全然マツダの 1.5 よりトルクあるしね、うんうん、トルク100ニュートンメーター違いますからね。そう、250ニュートンでしたね、はい、さあ0、100キロ加速ですよ、はい、いきますか。はい、いきます。はい、悪い感じっていうのはなさそうですよね。おー、行く行く、来た、はい、80、90、100、あー、なんかね、はい、こういう車の音、ね、もっとパワーもっとパワーってなってくるね。はいはいはい、おー、はい、ブレーキ、ブレーキもブレンボに変わってます。80、90、100、100、やっぱこのぐらいじゃないとな、スポーツカーはだんだんブレーキに入る速度も速くなってきた。さあ石井さん、はい、この車なんかさ、うん、昭和の香りがするね。はい、そうですね、もう最初からオフにしてましたよね。だから最近はツインクラッチだとか、ね、ツーペタルだとかね、はい、低速トルクの大きいターボとかね、うん、はいはい、なんかこうすごくお上品になってるじゃない、うん、はい、早いんだけど、はい、これはターボなんだけど、うん、昔ながらのちょっとチューンドターボみたいだし、うん、いいね。ああいう時あの0、100キロ取る時にクラッチミートみたいな、うん、どういう風にこう考えてるんですか。あの最初トラコンオンだったら、はい、やっぱり一発目にキャンとタイヤ、はい、ホイールスペースじゃない、ストーン、コンピューターがストールさせちゃうんだよね、うん、はいはい、だから多少スリップ率が、はい、理論的にはタイヤで言えば 20% ぐらいちょっとスリップさせて、うん、トゥ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 っていくのが一番早いから、はい、その辺でこうマーク、はい、クラッチミートなんだけど、はい、これはもう昭和のドライバーじゃなくてできないね。最近の若手無理だな。結局オフにしてちょっと滑らせながら行くのが一番速そうですよね。
だから結果的に、はい、やっぱトルクあるから、ターボのトルクと、はい、あとなんか音がいいね。そうですね、はいはいはい、うん、音でこう一番いいとこって分かりますよね。そうだね、はい、でブレーキはブレンボついてるんだけど、うん、ちょっとまだスポンジーかなっていうところあるんだけど、だけどやっぱ効きは結構いいし、はい、まだ新車で焼きが入ってないかもしれないですね、うん、まあ、でもスポーツカーはやっぱこのぐらいのなんか肉食系じゃないとアドレナリン出ないなと思うんだけど、そういう意味でまあマツダをベースにしてるんだけど、まあよくアバウトここまでチューニングしたなって感じでした。はい、行きます、はい、80、90、100。ちょっと距離が足んなくなりそうですねまあでもね、ターボの方はバルトは6500だったけど、はいはい、こっちは、ね、7500まで使い切れるんじゃないですか。1000回転上回るから、はいはい、そこの気持ちよさっていうのはやっぱり、うんうん、だからフィアットもちょっと 1.4 のターボ、はい、もうちょっと上回るようにエンジンやっぱり新規開発必要だな、はい、結構いくわ、うんうん、やっぱり上は NA で回るってのはいいね、はいはい、パワーがあれば最初のトルク感ですよね、うん、そこさえ超えちゃえば一回スピード乗っちゃえばいいんだけどね、はい、やっぱトルクだな出だしの、はい、まあ40馬力弱39馬力低いですけど、だからやっぱりこれはさ、2リッター必要だよ、うんうんうん、1.5 でいいわけないよね。85ぐらいだったですね。なんかさ、ブレーキはこっちの方が動力がしっかりしててさ、はい、剛性感あるんだけど、うん、あ、そうですか。ブレンボの方がちょっと奥行っちゃうんだ、はい、ぐにゃってしてます。まあ、こっちは 1.5 リッターの NA なんで、向こうはフィアットの 1.4 のターボだから、まあ、こっちは NA っていう風に理解していいんですけど、うん、スペックで見ると100ニュートンぐらい違うんだけどね。でも実際走るとやっぱりカタログの数値の差ほど離れてなくて、なんだろう、こっちはやっぱり7500までもあるから、意外と上の方のグーッと伸び感はあって、ターボは6500で頭打ちだから、まあ、まあこまめにシフトアップしていかなきゃいけないんだけどね。そういう意味で実際のラップタイムよりも速さ感みたいなことを言うと、やっぱり NA の良さは確かにあるなと思うのね。だから返す返すもうーって出た時の3000回転ぐらいのトルクかな、だからトルクがもうちょっとあると NA でもいい感じになるんで、やっぱり2リッター欲しいなという気がしましたね。だけどブレーキはこっちの方がなんか剛性感があって、でもブレーキ見ると向こうがね、アバルトがブレンボで、こっちが普通のなんか鉄の鋳造の見た目の悪いブレーキなんだけど、実は踏むとこっちがブレンボでしたね。不思議だね、車って。はい、ライトオン行きます。はい、はい、お願いします。あ、やっぱ遠くないな。やっぱり2リッターなんだけど、車重が200キロ以上重いじゃん、そうですね、1230キロ、アバルトに対しては100キロで、ロードスターに対して約200、はい、うん、ちょっと 重さ感じますかね、やっぱ感じるね、はい、出だしで3000までミートすると、うん、はいはい、3000回転のトルクだとちょっとストール気味だもんね、うん、あ、はい、最大トルク発生値がもう6400ですから。え、そうなんだ、はい、だからやっぱ4000ぐらいでミートしないんだろうな、うん、4000回転以下で落としちゃダメだね。80、90、100。
生対抗はやっぱり低回転取るから出にくいですかね。ショートストロークだからね、うんうん、そうですね、ロングにすると横幅いっちゃうから、はいはい、その代わりスムーズで高回転まで回ってくる。4気筒としたらやっぱり対抗してるから振動少ないし、はい、うん、はい、高級なエンジンになれるって感じだよね、うん、はい、それではじゃあブレーキいきます、はい、くし、はい、やっぱりブレーキにこだわってるスバルが作っただけあって、なるほど、ブレーキは鬼だなこれ、うん、今初めて体が前にちょっと浮きました、背中が。ポルシェっぽいね、はい、はい、発進なんだけど、まあ、N エンジンということでマツダのロードスターと同じぐらいの、まあ、クラッチミートを3500回転ぐらいでやるとちょっとやっぱりストールしちゃって、3500回転では加速できない、まあ、車重がマツダから比べると約200キロぐらい重いのかな、アバルトロードスターから比べて100キロぐらい重いんで、やっぱり出だしは重量の重さがどうしても N エンジンだと4000以上のトルクじゃないとやっぱり発進がちょっと辛いかなというのはありましたね。だからクラッチミートはまあ4000以下にならないようなところでクラッチを合わせて加速していきます。で、マツダの4気筒と比べるとやっぱりちょっとこっちの方が全体的に重い感じはするんだけど、まあ、それでも2リッターのパワーで、意外と上の方はこう伸びていく感じはありましたね、うん、ということで、まあ、エンジンは2リッターでパワー取るとも N エンジンの良さもあるんだけど、やっぱり重量がマツダに対しては200、アバルトに対しては約100キロ重いから、まあ、結構みんなどんぐりの背比べなんじゃないかな、速さ的にはね。だけどやっぱり NA はこう NA の良さっていうのは上のこの車も7500までもあるんで、6000以上の伸び感がやっぱり NA の良さで、ターボはやっぱり3000、4000、5000のトルクでグッとこういく感じ、その辺がやっぱり味として違いますね。まあ、それにしてもでもアバルトはあのマフラーを変えてるせいかエンジン音がものすごく良かったね。だからこの NA ももっとこうエンジン音を良くしてほしいなという気はします。ブレーキはあのもしかしたらスバルが作ったんでものすごくブレーキにこだわってるんでね、もうこの車はなんかポルシェチックなストッピングパワーとペダルフィールなんですね。だからブレーキはもしかしたらこの86が一番いいかもわかんないですね。